100万やれば日本の端からタクシーでどこまで行けるの。すみません、ちょっと観光客の方が多くて今のでやや心が壊れましたし、めっちゃバレました。こんにちは、はじめ社長です。はい、皆さん、タイトルコールの通りでございます。皆さんはタクシー100万円やればどこまで行けるかって考えたことありませんでしょうか。僕はあります。そもそもタクシーとは何か、あんまりねタクシーのこと知らない人がいると思うんですけども、一応あえて説明すると、運転してくれるお仕事というか車のことです。まあ、手を挙げるとタクシーが止まってくれて、それに我々お客さんとして乗って、プロの運転手さんが目的地まで運転してくれると。ただで運転してくれるわけじゃないですよ。タクシーに乗ると目的地までの距離や時間に応じて料金が発生します。そこそこ高いです。まあ近距離だったら安いんですよ、なんか1000円いかないとかなんですけど、ちょっと遠いとね、いきなりなんか1万円とか2万円とかでこうどんどん値段が伸びていくと。それ100万円だったらどこまで行けるのでしょうか。というわけで今回100万円準備しました。ちょっとタクシーに乗って100万円あったらどこまで行けるのか、ちょっと日本を使って試してみたいと思います。というわけでご覧ください。海が広がってるわけなんですけれども、私はじめ社長今どこにいると思いますでしょうか。日本の一番北です。日本の一番北というか、日本で一番北の土地というか、タクシーが来れる一番北の場所になります。X でね、日本の一番北なうって投稿したら、いやいやそれは択捉島やろとか言われたんですけども、択捉島は多分タクシーギリ行けないと思います。タクシーで来れる一番最北端がこちら、宗谷岬でございます。すごいよ、ここが日本の一番北ですよ皆さん。というわけで今回の企画の材料をざっくり説明させていただくと、今から100万円使って北海道の一番北のこの岬から南にずっと行きます。目標は沖縄です。100万円で沖縄までたどり着けるかどうかが結構ポイントですね。このまま日本の一番北から南にずっと今から100万円が尽きるまでタクシーで運転してもらいます。運転手さんすみません。でなんかさすがにタクシー業務として日本縦断させるのはなんか法律的にも労働的にもアウトらしいので、今回かなりの特殊な方法で撮影しております。皆さんできませんのでこれ真似しないでください。かなり特殊です。でルールとして絶対海渡る瞬間出てくるんですよ。北海道から本州に行くとき、本州から九州に行くときとか、九州から北切りん？ここどこだ？九州から沖縄に行くときとかはもう海渡る必要があるんですけども、海渡るときはタクシーをフェリーに積んで移動します。でフェリーで移動するときもメーターは回り続けます。もうメーターは止まることがありません。100万円行くまで永遠に回り続けます。他のルールとしては何だろうな、休憩ありです。さすがに長引くとちょっと僕も体力的に限界が来るかもしれないので、マジでやばい時だけちょっと仮眠したりどこかで休憩します。全国寄るんでワンチャン静岡とか通るときにちょっとオレンジ寄れたらいいかなとか思ったりしてます。そんなカチカチで進み続けるというわけじゃないですね。なんか常識の範囲でドライブ的な感じでどこまで行けるかやってみたいと思ってます。そして今回のタクシーのドライバーさん4人待機しております。はい、1人は絶対無理だし安全に運転するということで、4人のタクシードライバーさんがこう休憩しながら交互に運転していただくという形になります。まあ、なんせ安心安全に僕をなるべく南まで送っていただきたいなと思ってます。ルートとか全然まだ決めてないんですよ。どう回ろうかみたいな、四国を回るか関西を回るかとか、いろいろねもうぶっつぎ本番で、タクシーの運転手さんもかなり柔軟に対応していただけるって聞いてるので、もう勢いです。マジで勢いで、とりあえず北海道のこの最北端、タクシーが来れる最北端の地から南に向かって目指せよ沖縄ということで、100万円使ってタクシーで移動してみたいと思います。アホで本当にね、どこまで行けるか、そして何時間かかるかマジで予想つかないんですよ。なんか交通渋滞とか天気とか、その日のフェリーに間に合うか間に合わないかとかでまた全然変わってくるし、どの道を行くのか、どこで休憩するのか、いろんな状況によって全く100万円でどこまで行けるか変わってくるので、マジで分かんないです。いろんな要因が相まって全然違う結果になると思うので、これはもう俺は実践するしかないなと思って、マジで気合で今から日本北から南タクシーで行きたいと思います。というわけでもう配車してやるので、僕が乗るタクシーが来るまでちょっと最後ちょっと歩かせて観光させてください。では行きましょう。はい、というわけで、僕の生前最後の動画になります。目的地がないタクシーというか運転に乗るのマジ怖いんだよな。ちょっとこんなにゆっくりできるのは多分最後だと思うので、さすがにね、日本最北端の岬ちょっと楽しませてください。すごいこれ、階段越えたらもう海ですよ。すげえ、透き通ってる。これが北海道で一番北の海です。なんか歩けそうだよな、普通に。
なかなか日本のこんな北まで来ることないからマジでレアですね。めっちゃ人がいます。実質だって車で行ける最北端からエトロフ島は最北端じゃないんですよ。法的にはそこが最北端ですけど、ちょっと行けないと俺は農館だと思ってるから、今回の企画とかではね、まあ、実質ここが最北端ですよマジで。いいな、俺もあそこで写真撮りたい。ちょっとあそこで写真撮ってから今回の企画始めるわ。ラストになんか像がありますね。間宮林蔵かな。マジでわかんないです。まあ像があるってことは偉い人なんでしょうね。何した人なんだろう。ちゃんと説明がここにありますね。おお、なんかよく頑張ったって書いてあります。これか。ちょっとさすがに写真撮ります。よし、すいません、ちょっと撮っておきます。マネージャーさんお願いします。はい。はい、チーズ。はい、ということでそろそろ僕が乗るタクシーが来ると思います。まあ100万円でかなり長距離行くんで、ちょっとねいい車両だといいですね。そろそろ来ると思います。そう、体力的にもできるのかっていう感じですけどもね、かなり心配。あ、来た、来ました。よくあるタイプですね。よろしくお願いします。大変だと思いますけど、タレさん、これじゃないっす。あ、これじゃないですね。はい、あのガス車なので長期間走行できない。あ、このタクシーが。はい、ってことはこれじゃないってことですか。はい、用意してます。別のタクシーを。はい、ありがとうございます。でもこの方は、はい、もう帰る感じですか、ね、はい、これであの終わりです。あのタクシーはね、昔ながらですごいクラシックで乗りやすいんですけども、もっとじゃあいいタクシーというか乗りやすいタクシーが来るということでしょうか。はい、ありがとうございます。お、来た、これですか。マネージャーさん、このタクシーで、ま、間違いないですか。はい、間違いないです。いや、来た、よろしくお願いします。これか。あ、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、100万円、はい、走っていただくことになるんですけれども、はい、大丈夫でしょうか。ぜひ頑張らせてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。一応4名タクシーの運転手さん、はい、来ていただけるということで、はい、かなり長いお付き合いになると思うんですけども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう休憩したいときはぜひ言ってください。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回乗る車がこちらアルバートですね。はい、ありがとうございます。かなり大型で僕もよく乗るんで、これはめっちゃ助かります。これだとかなり腰の痛みとかも軽減されながら走れる気がするので。チャリですよ、大きいですから。そうなんです、図体でかくて。というわけでそろそろスタートなので、早速タクシーに乗り込みたいと思います。はい、では早速タクシーに乗り込みます。これマジで最後ってことですもんね。はい、 まともに歩けるの。そうです。ありがとうございました。本当にどうなるか分かんないんですよ。何日かかるかも。じゃあ乗ります。お疲れ様です。行ってきます。いらっしゃい。さあ、始まってしまったぞ。じゃあよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。ご丁寧にありがとうございます。じゃあ行くか。これが歴史の第一歩。失礼します。お願いします。快適な車内だ。アルファードは勝ちでしょう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。メーター行きますか。これよろしいですか。これでも上がります。一生止まんないってことですもんね。止まりません。ではお願いします。はい、きたー。これが初期金額ですもんね。はい、そうです。はい、670円からスタートです。はい、でも100万円までいかないんですよね確か。僕らも経験したことない。見てみたいなっていうのが。なんかお聞きした話だと、はい、99,999円でカウンスト、はい、カウンターがストップするらしいので、はい、そうですね。その後にまた小さい数字が出るって僕は聞いております。はいはいはい、はい、カウンストしてそれが変わった瞬間に100万円達成ということで、はい、じゃあ目的地なんですけど、はい、なるべく南でお願いします。はい、承知いたしました。やばい、出発だ。じゃあ行ってきます。さらば北海道。始まっちまった。ではよろしくお願いします。お願いいたします。うわ、海が綺麗だな。はい、ということでスタートしました。
100万円タクシーの旅、時刻が出発したのが9時です。午前の9時からこの企画スタートしました。1日目の9時で、現在地見てみましょうか。今、こちらにいますね。もう結構最北端の岬からちょっとだけ動いて、これまずね、おもろいのがね、まず日本地図で見るとマジで面白いんだよ。こう来て北海道がこうあって、こういう感じです。いや、やばいでしょこれ。ちょっとどこまで行けるんだろうな。福岡とかまで行けるんかな。北海道の一番北から、まずは北海道の一番南の函館ですかね。まずは、はい、おそらく そうですよね、はい、はい、函館にフェリーがあるんでしたっけ、はい、なので函館がどこだって感じです。ここか、そっか、この尻尾の部分なので、ずっと高速道路って感じですかね。なるほどなるほど、はい、そしてひたすら今日は函館を目指すと、はい、まず函館にあるフェリー乗り場に向かうので、そのフェリーの時間に間に合うかどうかが最初の関門になってます。これで今日の最後のフェリーに乗れないと、ちょっと普通にタクシーで待つことになるので、なんとか今日中のフェリーに間に合うのが今日の目的ということで、まずは北海道をしっかりとスパッと南の函館まで降りたいと思います。では運転手さん、引き続きよろしくお願いします。快適です。今のところめちゃくちゃ余裕なんじゃないかって感じですね。まず最初に気になるのが1万円、1万円でどれくらい時間が経つのか、そしてどれくらいの距離走ってるのかはちょっと気になるの。ちょっと1万円行くまではゆったりと北海道の大自然を楽しみながらチルタイム過ごしたいと思います。意外といける企画か。おやすみなさい。あ、今1万円行きました。はい、9時43分で1万円超えました。このペースだとこれあと99回すれば企画が終わります。で、高速乗ると料金ちょっと高くなる気がするんで、わかんないけど大体3、40分で1万円ぐらいか。ってことは1時間で2万円、50時間2日間2日間ぐらいかかるのか。ちょっとマジで読めないけどごめん。バカみたいに今ある情報で計算すると2日間ぐらいかかる計算になります。わかんない、高速道路でバーンってお金かかるかもしれないし、全くわかんない、どこまで行けるかもわかんない。はい、1時間経過しました。ただいま時刻が10時です。ちょっと1時間でどれぐらい動いたのか見てみましょうか。はい、おお、ちょっと南に降りてきてますね。運転手さん、これまだ高速乗る前ですもんね。高速乗ると多分一気に突っ切る形に、ね、はい、高速まではもうちょっとこの海沿いってわけじゃないんですけども、外側を伝っていくのかな。高速乗ってからさらにスピード上がると思うので、まだゆっくりな感じでございます。で、料金が今16,510円、もうちょっとで2万円って感じかな。とりあえず函館に向かった時の時間でフェリーに乗れるかどうかがポイントですね。はい、2万円超えました。時刻は10時9分です。1時間10分ぐらい経過しましたね。1時間10分、約1時間か。1時間で2万円でしょ。やっぱ50時間だな。丸2日間か。このまま行くとですけどね、まだわかんないですけど、とりあえずこのまま高速道路に乗るところまでまず行きます。まっすぐ、11時になりました。タクシーを走らせてから2時間が経過しました。結構もう海沿いじゃなくて完全に山の方まで来ましたね。かなり大自然あふれる道を走っています。タクシーの料金が今3万9000円ぐらいまで来ております。はい、もう4万円ぐらいですね。2時間で4万円でしょ。2日かかるな。マジで2日かかるのかこれ。で、マップもごめんなさい、結構山の中なので今ネットが繋がってなくて
何も見えません。北海道の真ん中をずっと突っ切っているので、このまま引き続きずっと移動し続けたいと思います。はい、というわけで2時間近く走ったので一旦ここで道の駅に寄ろうと思います。運転手さんありがとうございます。おといねっぷ、はい、おといねっぷ村ですね。おといねっぷ村、北海道で一番小さな村、人口の少ない村です。そうなんだ、おといねっぷ、こういう漢字を書くんですね。ありがとうございます。ちょっと2時間ぐらい走ったということで、ちょっとトイレ休憩で休憩しましょうか。はい、はい、休憩完了しました。大自然だや。お腹とかが空いてるわけじゃないのでまだ全然いけると思うので、ちょっと休憩して早速車に乗り込んで、なんせ函館目指さないとですね。まず北海道を出るまでにどれくらいお金と時間かかるかが気になりますね。それがマジで一つの目安になると思うので、まあこういう感じでね、ずっと走り続けるわけじゃなくて休憩したり、なんか泊まりたいなって思った場所は泊まりながら移動していきたいと思います。もう俺は旅だと思ってます、ほぼ。あ、そんな急がないでくださいすいません、ありがとうございます。じゃあちょっと乗らせていただきます。さあ行きましょう。ありがとうございます。では道の駅を出て再び移動していきます。よろしくお願いします。お、5万円行きました。11時35分、5万円行きました。意外と早いな。もう5万円使ったんだ。ちょっと5万円どれくらい移動してるか確認してみましょう。おお、結構下ってきましたね。函館まで4分の1ぐらいかな。北海道出るのに大体ってことは20万ぐらいなのか、わかんないです。この後高速も多分乗ると思うんですけども、まあ今11時36分でしょう。2時間半で5万円ぐらい使いました。もうすぐ高速に乗るので、ここからさらにスピードは上がっていくと思います。料金もね、ちょっと本当に運転手さんの運転がうまいのと、北海道の道がまっすぐすぎてすっごい眠かったです。もうすげえ気持ちいい。すいません、寝てしまいました。バイクとかでね、北海道ツーリングとかしてみたいんだよな。絶対気持ちいいと思います。はい、12時17分企画が始まって3時間17分経過しましたが、この後しばらく高速道路に乗って食べ物とか買う場所がしばらくなさそうなので、ちょっと下道のコンビニに寄ってご飯とか買いたいと思います。ありがとうございます。ちょっとコンビニ行ってきます。はい、ありがとうございます。ただいまというわけでお昼ご飯です。セブンで買いました。北海道のね、セブンも結構北海道感がある食べ物が多くてちょっと嬉しい。どうせ来たなら北海道を味わいたいということで、ちょっと小麦粉禁止しているので選択肢がマジで少ないんですけど、こちらの甘納豆の赤飯、なんと北海道には納豆、甘納豆が入ってます。これ静岡とか東京だと入ってないのよ。北海道限定です多分。そして知ってました皆さん、このセブンのお弁当のネギ塩ダレの豚カルビ弁当ってやつ、これ小麦粉入ってないんですよ、珍しく。多分お弁当系って唯一入ってない気がします。これも北海道米が使われてるということで、ちょっと北海道尽くしでお昼ご飯移動しながら食べていきたいと思います。すいません運転手さん、ご飯失礼します。はい、いただきます。ちゃんとご飯食べれる時は来んのかな、この企画中に。サービスエリアとかで泊まる時とか、まあ多分函館に早めに着いてフェリーの時間までちょっと時間がある時とかかな、食べれるとしたら。あんまり止めたくないよね、動きを。いただきます。バーミヤン、うまっ。甘納豆、うめえ。セブンさん、甘納豆入りの赤飯、静岡とか東京とか本州の方でも売ってください。うまい。やっぱりタクシーって高速乗った方が料金の進みは早いですか？まあそうですね、スピードが上がる、タイヤの回転が速ければ、うんうん、それだけやっぱり速いですね。そうか、高速料金とかも含まれてきますもんね、はい、あとカルビ弁当もいただきます。北海道のお米はもう美味しいイメージがすげえ強い。てか実際美味しい。なんと俺今年まだ、今これ9月に撮影してるんですけども、現地出てもう北海道3回来てるんですよ。めちゃくちゃ好きなんだろうな、多分もう本能的に。なんで北海道のものは結構食べてきてはいる気がするので、ちょっと北海道のお米の美味しさは私分かっているつもりです。いただきますとか言ってる間に、運転手さんこれもう高速ですね、いよいよ。
高速来ました。高速入る前で今料金が67,500円ぐらいかな。さあ高速乗ってからまた料金そして進む速度全然変わってくると思うのでちょっとどうなるのでしょうか。じゃあ僕は高速でのんびりご飯を食べさせていただきます。すいません、いただきます。北海道米。めっちゃ美味しかったです。やっぱ北海道はお米がうまい、間違いない、マジで美味しかった。このお弁当よく食べるので味の違いというかお米のなんか違う感じは本当に僕分かりました。じゃあ冗談抜きでステマじゃないです。あーもういっちゃう790、やばい、いく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 、あーやばい、あと50円、あと50円。わあ来た、10万行きました。10万30円行きました。はい、タクシー100万円使ってどこまで行けるか企画、10万円行きました。運転手さんありがとうございます。なかなか10万円使うことありますか。いやーめったないですね。あ、本当ですか。はい、まだ10分の1です。いやすごいな、もう10万円行きましたね。時間がですね4時間半経過しました。4時間半で10万円ってことは、いややっぱ2日間かかるな。けどやっぱ高速乗ってからちょっと料金のスピードは確実に早まってるのでもうちょっと時間短縮できそうな気がしました。というわけで現在地見てみましょう。おお、結構来た。目的地が函館なのでこれどうなんだろうな、半分は行ってそうですね。多分 60% ぐらい、北海道中段の 60% ぐらいは来てる気がします。あと 40% だから、いや多分20万かからないぐらいで北海道はタクシーで縦断できそうな気がしてきました。ちょっとまだこの先の渋滞とか交通状況によって全然時間は変わると思うので一概には言えませんがね、多分順当に行けば20万ぐらいなんじゃないかな。全然なんか夜夕方ぐらいには函館北海道の南の方には行けそうな気がします。しばらく高速道路が続くのでちょっとゆったりしたいと思います。はい、というわけで皆さんガソリンが結構なくなってきたのでちょっと休憩も兼ねてサービスエリアに入ります。ワッツというサービスエリアです。すごいな、そんな名前のところがあるんだ。ありがとうございます。ちょっと運転手さんも休憩してください。あ、向こうで来たんですか。あ、すいません、いいです、いいです、いいです、どうぞどうぞ。ああ、大丈夫です、大丈夫です、あと、あと、あとやりますから、大丈夫です、大丈夫です。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、休憩することないんだよな、寝てたしずっと。いやちょっと僕はいいんですけど運転手さんと車ちゃんと休ませましょう。給油して、あのちょっと北海道来てずっと思ってたんですけども寒い、まだ本州めっちゃ暑いんですけどちょっと寒いのでなんかないかな、長袖とか。ちょっと中見てみます。はい、なかったです。ロング T シャツなかったのでちょっともうちょっと半袖で行くことになりそうですね。はい、代わりにソフトクリーム買いました。真逆に行きました。でもなんか北海道のソフトクリーム美味しそうじゃないですか。あとコーン、カップがちょっとなくてコーンになってしまったのでちょっとコーンは小麦粉なので食べれません。ソフトクリームだけ美味しく食べたいと思います。うまっ、寒っ。いや、コーンだけ食べないのむずいな。ちょっと頑張って食べたいと思います。寒い。車内戻ろう。はい、というわけで、食べ終わりました。ちょっと多くは難しかったんですけども、これがちょっと限界でした。いや、本当はコーンまで食べたかったんですけどもね、これが僕の限界です。美味しかったです。ごちそうさまでした。運転手さん、コーン食べますか？結構です。タクシー帰ってきました。休憩も終えて、ガソリンも入りました。ただいまの時刻が14時42分。メーターが結構来たな。左のこの4730って何ですか？あの高速料金です。あ、じゃあ合計で今13,500円ぐらいかな？はい。あ、13万ですね。あ、これ13万。やばいやばい。全然違った。135,000円ぐらいになる。はい。合計が135,000円ぐらいということで、はい。すみません、まだ長い道のりになりましたがよろしくお願いします。よろしくお願いします。出発いたします。はい、
ワッカでしょ？ワッツでした。はい。あ、でももうワッツだと、あれか、札幌よりかは南にいるんだ。あとはもうじゃあ尻尾の方ずっと行く感じですね。はい。札幌よりも南にはいるので、あとは函館まで行く感じになると思います。では。あと50円。20万円突破しました。やばい、20万円突破しました。ただ高速料金抜きなのでもうとっくに行ってるんですけども、高速じゃなくても20万いってるってことですよね、これはもう。やばい、北海道でタクシーで20万円使っちまいました。ちなみに時刻が今17時前、約17時ぐらいでございます。出発してから約8時間経過しました。8時間で20万円使いましたってことは5倍で100万でしょ。8時間の5倍、いや40時間やないか。結局40時間やっぱ2日ぐらいかかるっすね、もう確実にこの感じでいくとね。というわけで北海道の超北の方から20万円使ったらどこら辺まで来てるのかちょっと見てみましょう。マップ、はい、こちらです。おー、函館までは到着してないですね。ただ見て、さっきまでここにいたんだよ。こっからバーっと下って旭川を越え、札幌を越え、今函館もうちょいですかね、あと1時間ぐらい、もうかなり近いところまで、あと1時間ぐらいのところまで来ております。20万でちょっと足りないぐらいですね、この感じだと。もう 1,2 万ぐらいで多分函館に行けるのではないでしょうか。これはちょっとやってみないと分かんなかったな。北海道縦断は20万円ではできないことが分かりました。ちなみにもう5時なので、そろそろちょっとね、天気もちょっと暮れてきたかな。多分そろそろ日が落ちるんですけども、落ちた頃ぐらいにはきっと函館にはつけると思います。で、函館からフェリーにこのタクシーを乗せて、メーター回しっぱでね、メーター回しっぱでタクシーをフェリーに乗せて、本州の方に行きたいと思います。アホ企画、なかなかメーター回しっぱでタクシーフェリーにぶっ込むことないですから、フェリー中にどんだけ降るかも全く分かんないですし、ちょっと楽しみでございます。じゃあ引き続き函館目指して運転よろしくお願いします。はい、というわけで高速降りました。函館までもうすぐですね。ちょっとここでトイレ休憩でもしましょうか。結構暗くなってきてますけども、うん、あ、すいません、運転手さん、ちょっと、あ、行ってください、お願いします。あ、行っちゃってください、行っちゃってください。はい、行きましょう。すいません、ありがとうございました。すいません、博多は無理だろ。あ、すいません、博多は無理だろ。どうしたんですか。はい、どうしたんですか。先生、博多方面行きたいんですけど。いや、北海道で博多は無理だろ。あなた、ここどこか分かってますか。北海道なんですよ。北海道ですよね。はい、で、今ここ函館で、はい、この先もう道路ないんですよ。はい、乗せてください。はい、というわけで、見知らぬヒッチハイクの人を見つけました。よろしくお願いします。はい、職業は何されてるんですか。ヒッチハイカーです。ニートだろ。ニートです。いや、露骨なやらせすぎる。もう博多は無理だろ、北海道から。博多は無理か。いや、けど100万円使って今タクシーで移動してるので、本当に博多に行きたい。博多に行きたいです。僕どうして。女に会いたいです。博多美女に会いたいです。正直だな。はい、福岡だもんね。はい、福岡です。ひょっとしたら博多まで100万円で行けるかもしれないので、おちょっと乗ってってください、サブさん。いいんですか。はい、ありがとうございます。ここからちょっとサーブもタクシーに乗せて函館の南の方まで行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。行きましょう。はい、レッツゴー。失礼します。はい、どうぞ。うわぁ、めっちゃいいっすね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こっから澤部もいるってことか。はい、大丈夫。大丈夫です。もう21万7千円高速込みで、はい、23万円ぐらい。23万。うん、結構いったっすね。分かってないですけど、普通もちょっと驚く。これで23万だから、はい、まあ函館着いたら多分運転手さん25万ぐらいとかですかね、きっと。まあ函館5万まではいかないと思うんですけど。
と思いますけど、5万手前ぐらいか、はい、北海道出てから勝負みたいな。そうだね、ただ北海道がめちゃくちゃもう大きいから、そうです、ね、本州入ってからさらに進みは良くなると思うんですけど、とりあえずこの後フェリー向かうから、はい、はい、フェリーそう、もう道路ないので。なるほど、はい、フェリー乗り場向かってます。じゃあ澤部さん、ちょっといろいろよろしくお願いしますね。お願いします、こちらこそ。ちょっとヒッチハイクってことでサポートとしても使わせていただくからね。はい、もちろんです。それでもういいから。あ、ありがとうございます。あの交通費とか。じゃあ運転手さん、お願いします。お願いします。よし、シュートミルトつきましょう。はい、はい、というわけで函館の港到着しました。フェリー乗り場です。函館のフェリー乗り場に到着しました。港ですね。函館ターミナルって書いてあります。でこのままですね、我々、フェリーにこのタクシーをぶっ込んで、そのまま本州の方に移動します。すごいぞ、サーフ、タクシーのメーター回しっぱなしでフェリーにぶっ込んで、やばいじゃん。海の上でもメーターが回ってるってことですか。はい、回り続けます。すごすぎる。着いた頃に何円増えてるのかちょっと気になりますね。運転手さん、これで青森に行くって感じですかね。そうですね、はい。このまま青森だってよ。初ですよ、青森。あ、そうなの。はい、ってことないです。俺は初ではないけど、この行き方は初だな間違えた。北海道からどうやって来たの？タクシーです。フェリーの中にタクシーを入れて、そのままタクシーの中にいることはさすがに不可能っぽいので、タクシーと一緒にフェリーで移動する形になりますが、メーターは回しっぱなしなので実質タクシーには乗っています。どこからか湧き出てきた雪見大福食べますさあ、雪見大福1個ちょうだいって言われたらどう思う？いやー、気分にもよるっすけど、相場嫌っすね。いやー、そうだよね、はい、俺はさすがに厳しいわ。だって半分持ってかれるんだよそうっすね、でかすぎる。くれっていうやつの気が知りたいわ。本当にください、お前や、うん、うまっ。え、いいんですか？うん、ありがとうございます。その代わり、あとでオフここにいるんですね。マジフェリーの中だ。フェリーの中入りました。もうすごい、フェリーの中のタクシーが入ってます。こちらに待ってる間に10時間経過しました。はい、この企画が始まってもう10時間、で30分ぐらい待ってて、今もう19時半とかになってるんですけれども、実際にここに着いたのはだいたい19時頃だったので、まあ10時間で北海道は縦断することが分かりました。はい、というわけでこの後タクシーを降りてフェリーに乗りますが、タクシーのメーターは止まりません。というわけで最終メーターだけ見ときましょう。これがフェリーに乗る前のメーターです。23万1950円に高速料金が1万850円。高速料増えないですもんね、きっと。あ、このままです、高速料金は。となるとこっちの23万1950円がどうなるかってところです。はい、ちなみに待ち時間40分ぐらいやったんですけども、3000円ぐらいですかね、はい、3000円ぐらいアップしたので多分22万9000円ぐらいで、捕まりますね。22万9000円プラス高速道路代の1万850円で23万8、9000、約24万円ぐらいで北海道は縦断することが可能なのかなって感じでした。さあ、この後フェリーが出港して青森に向かうんですけれども、着く頃にはこの金額がいくら増えてますでしょうか。とんでもない時間停車させていただきます。さあ、運転手さん、ちょっと車ここ止めといてもらっていいですか。はい、はい、ちょっとフェリー行ってきます。はい、というわけでこのタクシーには乗れないんですけども、このタクシーと一緒にフェリーで本州に向かいたいと思います。よし、行くか。よいしょ。おお、こんなでかいフェリー初めてかもしれない。すごいですねお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。運転手さんもゆっくりお休みください。ありがとうございます。運転手さんと一緒にフェリー乗るのおもろ。あら、おしゃれね。すごいわ、いい感じよすごい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 、ガチですごい。フェリー乗りました。すごいね、こんなさ、寝れる空間みたいなことある？いや、本当にリッチだと思う。どれくらいでしたっけ、公開時間って。4時間
ってことは、俺たちのタクシーのメーターが4時間回しっぱなしってこと。青森着くまでにどんなことになってるのか気になります。まあ、休もう、澤部、ゆっくり。休みましょう。公開する、出発する前だったら、デッキ行ってもいいらしいので、ちょっと、来ました。いやー、サメさん、これが夜の北海道ですよ。いやー、最高ですね。いや、まあ、ほぼ黒いけどね。一応、こう見えて、俺たち、タクシー乗ってっからね。ゲーセン付きなの？すげえ。やっぱ、マジでちゃんと大きいフェリーだね。まあ、なんでもありますね。あ、すごいすごいすごい。これが函館の夜景ですわ。いや、綺麗だな。おー、ありがとう、北海道。すごい。え、ここもいいの？いいんじゃないですか。ここ行っちゃいますね、ちょっと。行っちゃいましょう。行っちゃいましょう、これ。つけて。うわー。おー。すげえ。でけえ、このフェリー。すごいね。すごいっすね。いや、もうなんか出航しそうだな、戻ろう。はい。ちょっと怒られたくない。なんか聞いたら本当に夜間航海中は出たらダメらしくて。ああ、やっぱ危ないからとか。なんかね、そういうルールがあるっぽいですけど。ちょっと戻っちゃいます。はい、というわけで船で4時間ぐらい経って青森に到着しました。長かったね、4時間は。澤部、乗り物用意しないタイプでしょ？あんましません。俺も全くしないの。はい。これでも多分常人というか乗り物用意する人からすると地獄すぎてきついと思うんですよ。というわけで今時刻が24時、日付が変わってしまいました。企画が始まってから15時間経過しました。というわけで気になるのがあれですね、タクシーのメーター、ヘビーにいる間にどれくらい値段が進んだのでしょうか。見に行きましょう。ではタクシー帰ってきました。おはようございます。じゃあちょっとメーター確認させてください。これマジで怖いぞ。これどこまで進んでるかマジでわかんない。こんな停車させたことないんでタクシーを。4時間も。はい、というわけで、タクシーを北海道の函館の港から青森までフェリーで移動させた時に放置したら何円上がったのか、こちらです。はい。お、待って、結構いってる。高速料金を借ると18,500円、今24,000、あ、全然違え、24,770円プラス18,500円で258,000円ぐらいになりました。何円ぐらい増えたんだろう。今が247,000円、15,000円ぐらい増えた。止めてるだけで15,000円ぐらい増えたけど、まあ、4時間で15,000円だったら安いのかな。ちょっとごめん、何言ってるか分かんない、自分で何言ってるか分かんないですけど、まあ、4時間で15,000円ぐらいですね、大体。今じゃあもう26万手前まで、タクシー代が来ております。全然100万円までまだありますので、なんとか無事にとりあえず、北海道出て本州青森に到着しました。マップ見る。フェリーの中なんですけども、ちゃんと青森に到着しました。で、こっから多分ずっと東北を抜けていくと思います。はい、というわけで運転手さんもちょっとずっと一人でやるわけにいかないので、ちょっと交代しながら運転していただいていきます。すいません、よろしくお願いします。失礼します。ついにフェリーを出ますね。快適だったね。めっちゃ快適でしたね。こういうのが。はい、というわけでフェリーを出て青森からさらに南に向かっていきます。あの、俺北海道出た瞬間さ、はい、出た瞬間っていうかフェリーから降りた瞬間思ったんだけど、はい、湿気やばくない？いや、本当にちょっとね、ジメッとしてますよね。いや、やっぱ北海道が本当にカラッとしてて、めね、もう快適だったよね。快適でしたね。めっちゃ過ごしやすかったですね。ちょっとまだ季節的に多分本州がかなり暑いというか、
湿気がすごいんで、エアコンもタクシーで快適につけさせていただきながら、どんどん南に向かっていきたいと思います。はい、もう夜だね。しっかりと夜です。あー、おやすみなさい。はい、皆さん、時刻が深夜の1時半です。まあ、高速料金18,500円を含めて、まあ、29万円ぐらいに行ったら30万円達成ということで、間もなくタクシーの料金が30万円に届こうとしています。あ、もうちょいだ。もう桁が意味わからん。30万円いきましたー。というわけで30万円いきましたー。すごいよ。すごいですよ、本当に。俺かなり来ましたっすよ、これ。というわけでマップご覧ください。こちらもう青森抜けておりました。すごいね、結構一瞬で青森抜けたね。はい、結構早かったですね。そして今秋田と岩手の間にいるんですけども、多分見た感じちょっと岩手寄りな気がします。もう東北も結構下っております。はい、というわけでもう1時半深夜だよ。眠いっすね。眠いね。はい、フェリーでもね、あんまり寝れなかったんだよな。そうですね、ちょっと落ち着かなかったですね。そうだね、普通の人間多分この時間車乗ってたら結構気持ち悪いとか起きると思うんですけど、全然なんとか耐えてます。これきついよね、でもずっと車で移動するの。いや、きついっすね。ケツもなんやかんや痛くなっちゃうし。そうだね、たまにやっぱりどっか寄らないとって感じで。ちょっとね、運転手さんはもちろん大変なのは知ってるんですけども、乗ってる側もね、こう体に負担がかかる撮影にはなっています。またどこか寄れるとこがあれば寄りたいと思います。では、間違えた。あ、間違えた。ワイパー動く夢見てた。前世ワイパーだからさ。前世ワイパー、サル前世あれでしょ。トロイゼッキ。トロイゼッキ、原始人や。いや、それもちょっと違う。サービスエリア来ました。時刻が今、深夜の2時半、企画が始まって17時間半経過しました。ちょっと今休憩も込みでサービスエリアに寄ったんですけれども、料金見てみましょう。料金が今、高速代回せると、まあ、33万超えちゃってるぐらいですね。今やっと3分の1ぐらい来ました。今場所で言うと、岩手県の真ん中付近ですね。結構中間ら辺にいます。東北もなかなか大きいですね。ちょっとサービスエリア降りましょうか。ありがとうございます。ねえ、高い音。よーし、岩手県到着しました。こちらですね、シワのサービスエリアに来ました。本当は盛岡冷麺、盛岡冷麺ですね。まさに岩手って感じです。くっそ、食いたかったな。小麦粉を禁止してなかったら絶対盛岡冷麺食ってたね、ここは。あ、月が綺麗、見て。すごい。なんかめっちゃいい感じじゃない？なんかほぼ満月。そうだね。はい、もうお月見バーガーも食べれないということで、マジで、ぶち切れそうです、マジで。ちょっと休んでからまた出発したいと思います。さあ、まずは岩手を出ましょうか。まあ、俺が運転するわけじゃないんですけど。はい、時刻は朝の4時16分です。38,950円で40万円ですね。わー、もう桁がやばい。桁が38,970、あと80円。できました。38,950円プラス18,550は40万円。で、タクシー代40万円いきました。いやー、眠い。朝の4時16分でございます。目つむったりはさすがにしてるんですけども、さすがにちょっとしっかり寝れてはいないですね。で、場所です。こちらご覧ください。はい、岩手県を抜けて宮城県仙台、マジで今ちょうど仙台ぐらいかな、仙台に来ております。はい、
牛タン牛タン、ずんだシェイク、ずんだシェイク。とりあえずこのまっすぐ行って関東を目指したいですね。ただもう仙台から東京も結構、俺新幹線で行ったことあるんですけども時間かかるので、まだまだ東京とかは遠いですね。これどうなんだろうな、50万円で半分でしょ。このペースで行くと東京を着くかどうかですね。あと10万円でちょっと50万円の中間地点でね、なんとなく100万円でどこに着くかちょっとなんか想像できるような気もするんで、とりあえずあと10万円ぶっ放して運転してもらいましょう。田島さん、あー、ごめんごめん、あ、やばい、ピクニック。おはようございます。少し48分でございます。しっかり日が昇りましたね。もうすぐ目つぶります。はい、皆さん、朝7時26分です。まもなく50万円に到達しようとしています。ちょうど半分ですね。高速台回せればもうすぐです。もう数字がおかしすぎてよくわかりません。489,070。はい、489,150! 行きました！ 50 万円でーす！はい、というわけで50万円行きましたー。半分です！この企画、ようやく折り返し地点まで来ました。50万円でございます。もう1時間半するとこの企画が始まって、1時間半、ん？もう1時間半するとこの企画が始まって、やばい、もう本当に頭回ってない。マジですいません、過酷です。多分寝れてる？全く寝つけなくない？確かに。あなたは寝てました。いやでもね、こうやってもう起こしたらすぐ起きるぐらい、しっかり寝れるわけもなく、なんだろうな、疲労感がすごい溜まってきてはいます。そしてもう1時間すると、9時になるので24時間この企画が経過することになるんですけれども、24時間経つ前に一応50万円使い切りましたね。なあ、おおよそ予想通りというか、多分ね40時間ちょいかかるのかなっていう計算ではあります。はい、というわけで北海道の超南からタクシーで50万円使うとこちらまで来れました。はい、東京にちょっと足らないぐらいですね。いや、予想は俺東京まではギリいけるかなと思ったんですけども、届いてない。今いるのは埼玉県になります。埼玉県の羽生というパーキングエリアにいます。これ単純計算、今まで移動した分と同じ距離いけるとしたら、北海道がでかいからな。ギリ！福岡行けそうだな。そうです、博多まで届けられそうです、あなたを。本当ですか？ひょっとしたら多分。いや、最高じゃないですか。マジでいけそう、これ多分。ちょっとこの先の道がどうなるかわかんないんですけども、ちょっとこれいけそうだぞ。あるあるある、マジである。福岡いける多分これ。九州入れるか入れないか、みたいなレベルな気がしてきましたが。まあ、かといってね、ちょっと、体力との戦いにもなってきました。もうすぐ2日目なので、ちゃんとね、体を休ませつつ、無理なくね、無理する運転は危ないので、運転手さんも。俺たちも運転は安全にしてこそ運転だと思ってるので、ちょっとタクシーと言ってもしっかり休みながらこの先移動していきたいと思います。とりあえずこれで前半戦は終了です。ちょっと休もうか。はい、起こすなよ。起こすなよ。はい、というわけでパーキングエリアで少し休憩して再び復活です。後半戦です。やっぱり運転手さんたちも、50万円だったら東京ぐらいまでなんじゃないかって言ってたんですけど、思ったよりやっぱ金額がちょっとかかってる様子でしたね。まあ言うても埼玉東京なんで、なんか1時間2時間ぐらいなのかな。もうすぐ東京には着くとは思うんですけど、いやちょっとマジで読めない。あと今日朝今7時53分もう8時なんですけども、なんと平日です。それも祝日明けの平日。多分ね、道がこれから出勤ラッシュですごい混んでくるのと、俺は知っていますよ、東京付近の交通は非常に止まりやすいと。マジで3回行くと1回は渋滞に巻き込まれるんじゃないかぐらいね、車がよく止まるので、ここからかなり移動速度が収まって時間がかかる可能性があります。とりあえず今のところは空いているので、ちょっとどんどん前に進みたいと思います。はい、9時になりました。24時間企画が始まって経過しました。24時間で、54万1,400円ぐらいですかね。眠い。ちょいちょい目はつぶったりしてるんですけども、やっぱりちゃんとは寝れないですね。24時間かけて、まあ、54万円ぐらいでしょう。
もう一日くらいかかるのかな。やばい、マジでとんでもない企画になってきた。けどまあ50万円でここまで行けるなっていうのは分かったので、僕の予測、鹿児島まで行くんかな。いやー行ってほしい。僕は鹿児島まで行ってほしいです。鹿児島からフェリーが出てて一応沖縄には行けるんですけど、ちょっとねー沖縄はギリ無理な気がするので、僕の予想は鹿児島ストップだと思います。ニートさん、はい、どこストップだと思いますか？僕はもう博多しかないですね。女に会いたいだけやんけ。じゃあ博多行ったらマジで降りる？降ります。マジで行きたいのね。いや行きたいです。というわけでですね、今どこ走っているかという話をちょっとさせてください。ご覧ください。こちらもう東京の都心は避けて移動してます。絶対道混んでるんですよ。この時間は8時9時あたりはもう通勤なしで、もう現時点でも混んでるんだよ。現時点でもかなり車の通りが多いので、都心はもっと車が多くなってると思います。なので見てもらったら分かる通り、都心をかわして今ちょっと移動しています。結構もうなんか山梨寄りだね。今埼玉、東京、山梨あたりガーッと今行ってますね。これこのまま行くとあきる野とかに行くのかな。ちょっとうまいこと都心を避けながらどんどん南に行きたいと思います。静岡近いね。近いですね。マジで俺ちょっと降りようかな。あの本当に何も出てこねえ。ダメだ、本当にもう何も考えれない。だってもう24時間乗ってんだよ。車じゃなくてタクシーですから。そうだよ、ね、そこもまたね不思議な感覚。うわー来た、渋滞だ。だいぶ車の速度が遅くなってきました。渋滞はいっぽいな。とりあえずちょっとこっから静岡まではビューンと行きたいと思います。静岡俺んちは寄ろっかな。寄れたらおもろいっすね。おもろいよね、はい、北海道から俺んち寄ってんのおもろい。ちょっと寝るとき寝とこう。はい、おやすみなさい。はい、10時になりました。ちょっと僕の事務所のマネージャーさんが、交代して別の人に変わりました。もうね本当にね24時間やってるので、タクシーの運転手もそうですし、俺とサーベイ以外のマネージャーとかも結構体力的にきついと思うので、まあ、俺とサーベイ以外はしっかり交代していただいて、ちょっと頑張っていただきたいです。俺たちはこのまま頑張ろうな。で今どこにいるかと言いますと、こちらですね。まだ東京なのかな。東京の多摩の方にいますね。でももうちょっと行ったらもう神奈川、そして静岡に行けるので家行きます。料金が今5万6500円ぐらいになってます。全然なわけないでしょ。54万2500円ぐらいですね。じゃあお願いします。はい、どうも。というわけで足柄サービスエリアに着きました。はい、静岡のサービスエリアですね。今ちょうど11時45分お昼時なので、ちょっとみんなの休憩も兼ねてお昼ご飯にしたいと思います。足柄サービスエリアなんてもうめちゃくちゃ通るよね。通りますね。東京静岡行き来するときは基本海老名サービスエリアか足柄サービスエリアに泊まって休憩したりご飯とか食べるんですけども、今回は足柄サービスエリアに来ております。金額ちょっと確認しましょうか。金額が今56万6910円に高速料金2万4140円で、まあ60万まだ行ってないなぐらいです。でももうすぐ60万行くぐらいだと思います。とりあえずなんか食いますか。食いましょう。はい、降りましょう。おもろくないですか皆さん。静岡ですよここ。札幌ナンバー、こりゃいかついっすね。さすがに着きました。足柄サービスエリアです。はい、ちょっと飯、あと着替えたい。そろそろね。あ、そうですね。風呂も入ってないんですよ我々。着替え売ってんのかな。でももうすぐオレンジ着くからいっか。とりあえず飯食いましょう。はい、というわけでお昼ご飯です。あの聞いたら外で食べてもいいよってことだったので、海鮮丼を頼んで外で食べます。はい、マグロのなんか親子サーモン丼みたいなやつ、醤油抜き。いただきます。いただきます。うまい、うまい。醤油が欲しい。はい、どうも、デザートにソフトクリーム食べたいと思います。何回食うねんって思いますけど、なんか暑いし、ソフトクリーム、サービスエリアのソフトクリーム食べたくなるんだよな。いただきます。やばい、すぐ溶ける。熱いな、まだ。ん、盗撮してる人いる。あの女の人盗撮してたよ、チェックを吹くの。ダメですよ。あー、声でかい。大和節入っちゃってるから。なんか静岡のソフトクリーム美味しいの多くない？大抵美味しいよね。美
美味しいです。いやちょっと折り返しには来たけど、こっからが長い気がしてんだよな。静岡からのこの後関西でしょ。四国通る、通りたいっすけどね、余裕があれば。もう四国通るか関西通るかみたいな気がするんだよ。多分どっちかは行けなくなるかな。でもできれば今回の目標はさ、澤部が博多に行きたいわけじゃん。そうっすね。なるべく最短で福岡までは行けるようにしたいから、はい、多分四国経由より関西突き切った方が早いと思うんで、はい、ちょっと関西でお願いしてみます、タクシーの人に。ありがとうございます。よし、食べたらもうすぐ出発します。よし、じゃあ失礼します。お願いします。行くぜ。運転手さんすみません。はい、このまま僕の家まで一回寄っていただいてもいいですか。はい、承知いたしました。はい、すみません、ありがとうございます。はい、じゃあこの後オレンジ向かいます。笑ったなよ。すいません。はい、というわけで静岡市まで来ました。まあ聞いた話によると、はじめ社長っていう人の家がこの静岡市にあるらしいので、このままタクシーで突っちゃいます。行ってみたくない、はじめんち。いや見てみたいですね。行こうぜ。このまま運転手さん、そこ日本の偉久能山、はい、ここですね。ここで降りるとすごい近いらしいです。やべえよ、北海道の北からタクシーで初めて来ちゃった。結構さ、しんどくない？いやー、おケツがね、ケツと腰がね。まあ、とりあえず初めて行ったらなっとんかなるっしょ。さあ、もうすぐ静岡県にある初め社長のお家に着きます。もうちょっと行ったら見えてくるって聞いたことあるんだよな。あ、運転手さん、あの、なんかグレーの建物です、あの、大きい。 あちらの車。はい、あれです。はい、あ、これが初めてか。着きました。はじめ社長のお家到着しました。よし、帰ってきた。オレンジだ。懐かしい、この家見るの。というわけで、北海道の北からはじめ社長の家までタクシーで来ました。どれぐらいかかるんだろう、北海道からオレンジ。確かに気になります。ちょっとメーター見てくるわ。オレンジの前に札幌タクシー書いてあるの、マジでおもろいな。ちょ、値段見てみます。はい、皆さん、北海道からはじめ社長のお家来たい方、来ないでくださいね。もし仮に来るとなると、596,830円に、高速代27,900円。62、3万ぐらいかな ?62 万から63万円ぐらいかかります。たっけ。さあ、どうしましょう、澤部さん。どうしますか。お風呂とか入りたいです。それだけ浴びる。ちょっと、タクシー待たせておいて、服とか着替えたいよね。はい、服とか着替えてシャワーだけ軽く浴びて、寝て起きて明日の朝出発します。それじゃあ間に合いません。シャワーだけ浴びてちょっと着替えたらすぐ出発しましょう。若干の休憩ですね。若干の休憩です。もうちょっと荷物とかまとめよう。はい、あとここまでの動画データ長すぎるから、それももうパソコンに読み込む。そうですね、効率効率。よいしょ。ああ、大地さん、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、北海道からタクシーで帰ってきました。多分おもろいことやってるね、もんね。きつー。いや、どんぐらいかかってるの今。多分、30時間かかってないくらい。29時間ぐらい。それぐらい来られちゃうんだね。はい、じゃあ多分、結構値段はかかるので。そうなんだね。はい、飛行機の方がいいかもしれない。というわけで、ちょっと一緒に休ませてください。ちょっとどうね、はい、疲れてると思うんで。いや、きつー。はい、こうやって家の中のエレベーター乗ってる時もタクシーの料金は回転し続けてます。止まってでもね、メーター回るのがちょっとありがたいですね。これでさ、止まっててさ、メーター止まるとか、運転手さんになんかメリットが発生しなかったらすごい申し訳ないんで、ちゃんと止まってても料金が動き続けるのはね、なんかちょっと個人的にはありがたいなって思います、この企画的に。よし、ちょっと一瞬だけでもいいのでシャワー浴びて、ちょっと服着替えたりして、マジでちょっとだけ休みましょう。やばい、足がやばい、足がやばい。あー、タクシー1日以上乗ってると何がきついかって、足にめっちゃ血が溜まるんですよ。多分エコノミー症候群っていうのかな。めっちゃ足がむくむ、やばい。そうだよね、ずっとだって足下向いてるもんね。めっちゃ足に血が溜まるので、それが結構足がむくんで、なんか体がだるくなりますね。いや、ゆっくりはしてらんない。止まってても料金は進むけど、なるべく100万円台で前に進みたい。必要最低限休んで、動画のデータ多すぎてちょっと容量もないんで、データ移したら出発したいと思います。しばしの休憩。
はい、というわけでシャワーを浴びて着替えてかなりリフレッシュしました。さあ、ここからはじめ社長の家を出て今度は関西方面の方に向かうことになると思います。お待たせしました。休めました？はい、ゆっくり休めました。よかったです、ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。バイバイオレンジ。すいません、ありがとうございます。失礼します。いや、早いな準備が。待ってる時にどれくらいの料金になったかちょっと見てみましょう。お、ついに大台60万190円まで行きました。高速代金も合わせてプラス27,900円ってことは、あと40万切ってるぐらいですね。約40万円分ぐらい移動できるということです。引き続き南の方によろしくお願いします。はい、行ってきます。さあ、というわけで静岡市から再び高速に乗って、まずは愛知の方に向かってそのまま関西の方に行きたいと思います。お願いします。はい、結構ビューンって移動しました。もう名古屋付近まで来ましたね。このまま行くともうすぐ名古屋にも行けそうです。時刻が今16時半夕方になりました。料金見てみましょう。65万と高速代27,900円で68万ぐらいかな、68万円ぐらいになりました。もうすぐ70万円に行きます。結構ね、長い時間静岡からバーッと移動したので、もう運転手さんも僕たちも、俺たちは別にどうでもいいんだ。なんかいろんな人がもう疲れてて申し訳ないんですけど、ちょっとここでゆっくり休みましょう。なんか軽く食べよう。じゃあ、死んだ？ソフトクリームいただきます。うん、食いすぎ、食いすぎだよ俺たち。ソフトクリーム何回食ってんの、アホまである。でも各やっぱ地方によってソフトクリームの味が微妙に異なってくるので、それを楽しんでるところあります。ん、うまい。どう、疲れた？疲れました。なんかね、謎の疲れだよね。もちろん椅子に座り続けるのは大変なんだけど、ずっとしっついてくる疲れがね。お、なんていうサービスエリアだ。トヨタ上郷、トヨタ上郷です、ここ。あぶね、今自分の反射神経に感動した。見た？いや、あんま見えない。ふざけんな、このカメラの人生が終わるとこだったんだけど。いや、危ねえ、本当に。企画終了だったよ、よく。このカメラ壊れたらもう結構、静岡バックまであるよ。ピンチ！じゃあもう食べていこう。はい。ありがとうございます。時刻が今、19時17分。夜の7時です。草津ですね。はい、もう夕方バーッと走って気づいたら名古屋を越え、今滋賀にいます。でもうちょっと行くともうすぐ京都。だいぶ来ましたね。来ました、関西来ました。でちょっとここで休憩というか夜ご飯食べましょう。はい、というわけで草津のパーキングエリアで夜ご飯です。いやー、もうすごいですよ草津。名物がたくさんあったので、はい、草津の最高の名物、お夜ご飯しっかり食べていきたいと思います。どんどん出していきますね。はい、じゃあまずはね、こちらです。まだあります。まだあります。まだすごいですよ。いや、ここにもね。もちろんです。僕はあとね、こちらです。はい。まだありますよ。すごいです。草津といえばもう、そうですよ。終わるわけないじゃん、こんなもん。まだありますよ、やっぱり。これ、食べたね。ああ、そう、俺もう、出しますよ、これ。俺、草津といえば、さすがに。こちらです。何も食べれんやけ、何も食べれんやけ、おい、なんでや、おい、俺も死にたい。おい、お土産とかさ、ご当地グルメみたいなやつ全部小麦粉入ってんねん。こんなものばっかり。ラーメンとか、なんか何、本当に。無理、すごくね、何にも食べれないよ。で、何にも食えない、そのだって、静岡で食べてるのと一緒ですか。いや、そうだよ、あの、いつものセブンのご飯なんですよ、本当に。いや、マジでね、ちょっと、小麦粉禁止生活してて、一番辛いのは、旅行先で食べるものがない。小麦粉で作られるものとかが結構ね、売れ筋というか有名なものが多くて、メロンパンとか、あと揚げ物とか。うん、
そういうのしかないです。マジで。本当に探そうと思ったのなくて、こういう感じになっちゃいました。悲しいですけど、食べましょう。はい。はい。いただきます。疲れたな。はい、というわけで車戻ってきました。夜ご飯しっかり食べてちょっと休憩できたので、現在時刻が20時となります。さあ深夜にどこまで詰めれるか。そして多分発信してちょっとしたらもうすぐ、75万4分の3に達すると思うので、あと25万しかないですね。ちょっと頑張っていきましょう。じゃあお願いします。はい、だいぶ動いて、もうちょいだもうすぐ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 、やばい揺れが、もうすぐ来た。72万2110円、高速代27900円と足すと、75万円いきましたー。はい、75万円、100万円中の75万円ということで、4分の3タクシー代を使ってしまいました。残るタクシー代があと25万で、今もメーター進んでるんでどんどん減ってます。現在地見てみましょうか。はい、現在地なんですけども、こちらご覧ください。まあ日本的に見ても結構左下の方には来ています。これ福岡まで行けるのか。今一応ですね、京都は越えて大阪方面にこう向かっていって、でもこのままね、こう兵庫というか岡山の方にこう行く感じになると思います。まあ、北海道から始まって、ここからここで75万でしょ。あと25万で果たして福岡までたどり着けるのかですね。いやー際どい、マジでわかんない。ただ四国はこう回り込まずに行く作戦なので、もうちょっと早めに九州に行く予定ではあるので、残り25万でどこまで行けるか。こっからっすよ本当に。広島とかは多分行ける気がするのよ。広島、山口行けて、まあ福岡、そして福岡着いてから大分、熊本、鹿児島まで行ければ、そこでフェリーに乗って沖縄まで行きます。暑いです。暑いね沖縄まで行きたい。そしたら100万円で日本縦断制覇することができます。うわ最高じゃないですか。残る金額はわずか、どこまで行けるのか。運転手さんよろしくお願いします。時刻23時11分関西からバーッとこう移動してきて、岡山まで来ました。岡山のサービスエリアでございます。マップ見てみましょう。はい、日本全体で見たらもうここら辺だいぶ左下まで来たね。ズームするとこんな感じです。岡山市のここは岡山市のキビっていうサービスエリアに来ております。ちょっと上行ったら岡山桃太郎空港があります。ってことはこのキビっていうのもキビ団子のことかな。というわけでちょっとさすがに休憩しよう。もうすぐ日付が変わりますね。もう23時、15分ぐらい。ちょっとさすがに岡山で吹きそうぜ。岡山上陸しました。月が綺麗です。岡山って言ったらやっぱりちょっと桃太郎のイメージが強いですね。きびだんご、絶対そのきびだと思うんだけど違うのかな。いや絶対きびだんごのきびでしょ。これはもう本人おるもん、ここに。はい、顔怖いな。ちょっと澤部、違います。あ、ごめん、間違えた。こっちか、こっちか、ごめん、こっちです。はじめさん、ん、はじめさん、いやいやいや、ちょっとっぽいけど、ちょっと俺っぽいけど、オールドサーベは桃太郎の使いだったのかこれ。はい、というわけで岡山まで来ましたね。ちょっと休憩しようか。結構移動したね。やっぱ夜はでも高速道路が空いてるのでスイッと行けます。でここで一つポイントというかルール最後付け足してください。もう80万円ぐらい走ってるんですけれども、高速道路走ってると高速道路料金が入るんですけども、高速道路料金がいつタクシーメーターに入るかというと高速を降りた瞬間なんですよ。だからこのまま高速ずっと乗ってて100万円いったら、ひょっとしたら降りた瞬間100万円超えちゃってるかもしれないので、オーバーしてしまう可能性があります。なのでだいたい総額95万円を超え始めたらちょっと下道に移動します。高速を降りてそこからはちゃんと100万円でピタッと止まれるように下道で移動したいと思います。いやー言ってあと20万円切ってるぐらいあるので、全然まだ明日の朝ぐらいまではかかる気がしてますけど、澤部さんどうですか。違います、違います。あ、そっちか、それ、ごめん、こっちか、こっちか、ごめん、間違えた、どうですか。いやーちょっと、はい、というわけで岡山っぽいものサービスエリアでたくさん買ってきました。これ僕じゃないんですけど、澤部がちょっとマスカット食べたいなって言ってたので買いました。これはい、ありがとうございます。ちょっと俺もそれ聞いて食べたくなったので2個買いました。これ澤部の分ね。はい、お前何円か知ってるかこれ。1300円。はい、2個で2600円。
すいません。いやけどさ、逆にこういうフルーツとかの方がありがたいよね、俺たちからすると。そうですね、ちょっと眠いので、まあレッドブル、岡山といえばレッドブルです、はい、シャインマスカットの大福買いました。美味しそう。なんかちゃんとご当地のさ、こういうスイーツ食べれるの初な気がするので、ちょっと味わわせていただきます、はい、いただきます。うまい。中にマスカットが入ってます。いや、この種なし皮ごとっていうのがね、もう何よりだよね。いや、本当ですね。ちょっといただきますね。はい。え、どうなんすか、ちょっと顔が。え、どう、マジでうまい。おお、よかった。めっちゃうまい。え、うまい、やばい。タタラマスカットマジうまい、やばい。止まんないっすね。マジでやばい。もう無理。全部食おうとしたんですけど、ちょっとさすがにきついわ。まあこれは車で食べよう。はい、そうですね。さあ、ここからは深夜の時間ですね。日付変わって朝の9時までいっちゃうと、まるまる2日間、48時間の企画になってしまいます。なんか当初の計算だと40時間だった気がするから。いや、でも1時には終わんなそうじゃない、この感じ。まあそうっすね。ちょっと長引きそうというか。なんとなく10万円どれぐらいで減るのかが分かってくる気がしますね。え、あ、ごめんごめん、やばい、落ちてた今。39時間ぐらい車にいるわけでしょ。そうです、まあ、フェリーでちょっと場所変わったり家寄ったりはしたんですけども、基本的にもうずっと車にいるから、大監禁生活、大監禁40時間生活してるから。いや、もうついたから頑張ろう。はい、頑張りましょう、はい、よし、行こうか。行きましょう。ありがとうございます。じゃあ引き続きよろしくお願いします。行くぜ。一応今のタクシーのメーターだけ見とこっか。現在79万1310円に高速代36110円、まあ、84万いってないぐらいですね。サビ大丈夫か、ちょっと福岡怪しい。怪しいですかね。大丈夫だ。大丈夫です、ね、多分。引き続きよろしくお願いします。運転手さんたちってあれ、企画終わったらどうやって帰られるんですか。普通に車で帰る。車で帰るって。あ、バレ事じゃない。あれ、でもちゃんとさすがになんか宿泊されて、はい、しっかり休んでからですよ。段階では帰らないです。やばい。ありがとうございます。すいません、本当に。ありがとうございます。職務を払わせてください。さあ、時刻が1時44分夜中です。高速料金が36110円、タクシーのガチ料金が86万3550円、これが3890円になったら合計で90万円になります。もう行きそう。えぐい桁だな。ちょっとパッと見さ、お金と思わないんだよな、この並び見て。皆さんなかなか見れない金額になってます。さあ、あと20円、あと20円減れば90万。増えたー、来ました。あ、来ました。はい、タクシー料金90万円突破しました。来たねー、来ましたね。はい、というわけで残り10万円分しかこのタクシーは動きません。10万円払った瞬間止まります。というわけで今どこにいるのか、ちょっとマップを見てみましょう。こちら、うわー、日本全国的に見るとかなり左下、九州の手前ぐらいまでいるように見えます。広島かな、今ギリギリ広島だね。もうちょっとで山口県に入りますが、果たして俺たちは九州にたどり着けるのかといったところですね。いやー、残り10万でしょ。で、さっき言った通り、高速料金が発生するので、タクシー料金が95万から97万ぐらいになったら、ちょっと下道に乗り換えるので、ちゃんと止まれるように。高速で使えるのは残り5万から7万円ぐらいかな。これで果たして山口を越えれるのか、そして澤部は博多に行って女に会えるのか。これさ、緊張してきたね。めちゃくちゃ緊張してきました。ちょっと気付いてきたね。はい、まあ、とりあえず残りの5万7万ぐらいの料金で山口県が超えれるかどうかがかなりポイントになっています。いや、もうマジでやばいよこれ。これ歴史だわ。久々にこんな、なんかやってて心から自分でも自分がアホだなって思う企画をやっています。北海道のあの北のあそこから始まって、稚内から始まって、今我々は広島の端っこ山口県に足を踏み入れようとしています。果たして俺たちのタクシーは九州まで行けるのかどうか、チェック。というわけで最後の給油してます。タクシーもね、
やっぱりこんだけ長い距離走るととんでもない回数の給油を続けていますが、これが最後の給油ゾーンになります。今ここ、いやー、山口県が結構大きい。どこまで行けるかですね。こんなにも福岡に来たかったやつがいるんだ。いやー、ご覧ください。高速料金抜きで90万超えました。やばい。ということで合計が今93万6400円ちょいぐらいかな。もうそんなに高速走れない。あと2、3万円分ぐらい走ったら、下道で向かいます。また降りるとき言いますね。やばい、ギリギリだ。さあ皆さん、こんばんは。時刻3時半になりました。もう空が結構明るくなってきましたね。全然そんなこともなかったです。ただそろそろ明るくなってくるんですけども、皆さん金額ご覧ください。913,230円、プラス36,110円で、もう少ししたらついに95万円になってしまいます。95万、残り5万円とかになってくるとそろそろ高速降りなきゃいけないので、もうちょっとしたらもう下道に移動です。いやー、ちょっとちなみにここからはもうなんかあんまりゴール分かりたくないので、地図は見ないようにします。マップ見ずに今移動します。もう僕もよく分かりません。ただ一つ言えることは、95万超えたらちょっと降りれそうなところでもう高速降ります。で、降りた瞬間ここまでかかった高速料金がバーンと上乗せされて、残りの、つまりあと5万円分は走れないです多分。残りの金額だけでどこまで下道で行けるかが勝負になります。これちょっとね、読めない。果たして九州たどり着けるのか、マジで気が遠くなってきた。ただ間違いなく九州行くときは多分トンネルか橋があると思うので、そこまで俺の100万円が持つかどうかですね。あー、今もう完全に行ってますね。はい、完全に今合計金額が95万円を超えているので、次で降りれそうなところで降りたいと思います。はい、というわけで下道に入ります。これで高速道路に乗ることはもうないです。さあ料金所に来ました。これで高速料金の追加分が来ます。果たしていくらなんでしょうか。あ、めっちゃ増えた。やばい。43,370円になりましたね。現時点で何位なんだ。あと何キロ俺のタクシーは走れるんだ。ただいまの合計金額が963,400円でございます。あとってことは3万、頭が回らん、もうやばい。96万円使ってるから、あと3万6600円ぐらいか。下道だと3万5、6000円でどこまで行けるのか。九州まで行きますよ。はい、というわけで皆さん、時刻4時20分、無事に九州へ行けるトンネルに向かうことができました。やった、マジで来てる。これはで、金額が、右の額が956,630円になったら100万円なんですけども、今93,310円、余裕があります。全然いけるじゃん。まだあとだってどのくらいだ、2万5000ぐらいいけるよ。ちょ、とりあえず今この渡っているトンネルさえくぐれれば、九州上陸ということで、あとはね、博多まで行けるかどうかですね。あなたの目的地ですもんね。いや、そうです、もう念願の。ちょっと南に行く前に澤部だけね、博多でマジで降ろしてマジで降ろして、ちょっと南に向かいたいと思います。運転手さん、このまま、博多駅まで、はい、お金が足りればお願いします。はい、いやー、このトンネルまで来れたか。暑いです。暑いね。はい、というわけでご覧ください。下関市から北九州市へ向かう関門トンネルというトンネルです。山口、福岡の海底を歩くトンネル。海底のトンネルなのかなこれ。ちょっとマジで分かんないですけど、どうしよう、この渡ってる最中に100万円トンネルで終了だから。いやー、でもかなり金額が余裕があるので全然いける気がしますね。95万でしょ。いや、マジで余裕。勝った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 。はい、これ上陸したんじゃない。もうちょっと地図見よう、地図見よう。はい、見て聞きました、九州上陸でーす。すごい、北海道の北から福岡。来ました皆さん、100万円あれば北海道のめっちゃ北から福
福岡までは来れることが分かりました。豊洲はこっからどこまで行けるからね。まあなんせとりあえず博多まで行ってみましょうか。そうですね。もし俺たちだってここにいたのに、ここよ。ははははアホすぎる。なんか日本縦断ちょろい、いやちょろくはちょろくはないですよ、ちょろくはないですけども、勢いで行けるんだって思いました。さあこの旅もいよいよ本当にラストスパート、着々と金額が増えていっていますので、果たしてどこがこの旅の終着点になるのでしょうか。もうちょっと進んでみたいと思います。はいどうも、5時18分朝です。おはようございます。そろそろ太陽が出てくると思うんですけれども、今福岡を爆走中でございまして、そろそろご覧ください。残りの金額がもう1万円を切ろうとしています。95万6630円になると100万円いってしまうので、今94万6160円でしょ。もうすぐ1万円切ります。そして地図ご覧ください。はいご覧ください。博多駅がこちらになってます。際どい、マジでギリ、いけるかいけないか本当に分かんないぐらいです。澤部さん、確か北海道であなたプレート掲げてましたよね。はい、博多方面と。はい、博多に行きたいですよね。はい、マジで際どいですよ。怖いです。本当にギリギリだと思う。そしてはい、1万円切りました。あともう1万円ないぞ。でも行けんかな、なんとか見た感じ。いやギリギリな気がしていますけど、あと1万円で博多駅に着けるかどうかみたいな感じになってきました。多分福岡は出れないな、こんな感じは。福岡は出れないので、残り1万円で福岡のどこに行けるのか、博多にたどり着けるのか、澤部を送り届けられるのか、勝負になってきます。あとマジでもうね、何時間これで44時間ぐらいこの企画やってて、もう本当に運転手の皆さんももちろん、僕も澤部もスタッフも結構ギリギリでやっております。喧嘩をお楽しみに。さあ皆さん、マジでラストスパートです。もうすぐ95万円に行くとですね、もうマップ見んとこ。そうですね、ね、もうマップを見ずに目の前に博多駅が出てくるか出てこないかもしれない。今止まるとマジでなんか山の中なので、マジで終わりです。すごいタクシーメーターだな。怖いでしょ、こんなの。詐欺だと思っちゃうよ。時刻は5時半、ちょっと明るくなり始めてますね、空が。はい、そして今、高速料金抜くと95万円いきました。あと6000円ぐらい。やばい、地図見たい。博多行き着いても博多ラーメン食えん。ちょっと澤部は女が食える、女が食える。結構待てな。あ、はてらなんだ。足が痛いね。いや、もう、痛いですよね。ちょっと、足がもう、むくみどころか、パンパンに腫れ上がってて、靴が痛いです、もう。マジでラストだ。胸が痛いです。胸痛いか。俺は何も感じねえ。ただただ気になってる人と、何か目的があって博多に向かってる人なので。いや、なんか背景いいね、めっちゃ。ララランドのダンスシーンみたいなね。他の上の。伝わってないです。何でうなずいたんだ。めちゃくちゃ、ああそれねみたいな感じ出したし。さあ残りマジでぴったり、5000円です。マジであと5000円、ちょうど5000円。普通に考えるとでもタクシーで5000円っていうとそこそこいけるイメージあるんだよな俺。そうですね、はい、ね、割といいとこまでいけると思うんだけど、本当にわからん。はい、あとは皆さん、95万6630円でストップなので、あの下4桁1790が6630になった瞬間、このタクシーは動きを止めます。信号でいやーっていうのガッチ感出ててめちゃくちゃおもろい。いやーやばい。遅刻してる時、俺が新幹線ギリ間に合わんか間に合わないかの時の信号赤の時の声。ちょっと街っぽくなってきてないですか、澤部さん。うわ、ほんとだ。これ、あるか？ありますかね、これ。結構建物増えてきてるよ。さあ、なんて言っている間に残り3000円です。あー。ぴったり3000円あと。3000円だとそんないけないな。3000円だとさ、ちょっとね、まあまあの距離な感じだよね。
何キロなんだろう、どんぐらい切るの3000円って。自分のお金でタクシー乗んないから全く分かんないですいやでも結構変動的よ、なかなか同じ距離でも混み具合とかね、渋滞で全然金額変わるから、マジでないだろう。いやマジでもうだって見てよこの街の感じ、都会よ、もう都会です。残り2000円、あと2000円です。あっラスト1000円、ぴったり1000円。どこまで行くんだこの100万円タクシーは、どこまで行けるんだ。マジのラストランです。これでも95万6630円を、超えた瞬間止まります。もちろん安全な場所で止まっていただきますが、さあどこまで行くんだ。終着点は博多かまたは鹿児島か。それはない。でさ結構都会になってきたね。でもはい、マジでお店とかもかなり増えてきた。あと600円。そうだね、あと360円。あと280円。200円、あと200円です。長い旅が終わっちまう。壮絶な旅だった。北海道から何度意識を失ったことか。あと120円。ミスドみたいになっちゃった。あと40円。もうメーターが動いたら終了です。ちょっと待って、やばいよこのメーター。さあ動くのか動かないのか。いや動くよな、そりゃ止まってる間に動くこともあります。タクシーのメーターです。青になりました。やばい、ちょっと感動するよね、止まったら。割とあ、終了でーす。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあこれお会計ということですね。はい、押していいですか。押します。はい。これは換算して100万40円ということですね。はい、そうです。なくなった、全部ゼロになった。いや、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。感動です。感動ですね、本当に。はい、というわけで100万円で北海道の北の端っこを車で行けるところからどこまで行けるか、タクシー終了しました。いや本当にタクシーの運転手の皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。終わりましたね。時刻が今6時ということで、2日前の9時から始めたので45時間撮影しておりました。もうやばいよ、おかしい。24時間生活が霞む。僕 YouTube に動画を出し始めて今12年目なんですけども、多分 YouTube やってきて一番長くカメラを回し続けてた企画だと思います。ちょっと2日間丸々っていうのは初でした。疲れましたね。疲れました、まあ、僕とかもずっと後ろに乗ってただけなんですけども、それでもやっぱりかなり疲労というか、まあ幸い車酔いしないタイプの人間なので、あの気持ち悪いとかはないんですけども、ちょっとやっぱ頭が痛いとか腰が痛い、お尻が痛いはありましたけど、ちょっとじゃないっすわ。かなり正直きつかったです。あとちゃんと寝れなかったですね、この2日間は。こっちの話になるんですけども、やっぱ値段の変わる瞬間とか、10万円使ったとか20万円使ったって瞬間取らなきゃいけなくて、あのちょっと僕はずっと寝れずに2日間過ごしておりました。はい、というわけでちょっといろいろ聞いていきましょうか。まず走行距離ですね、北海道のあそこから一番北の稚内から100万円使うと何キロ走ることになったのかと言いますと、2691キロ。よくわからん。2691キロ。はい、やばすぎる。もうで、なんと2600キロ今なんか調べたんですけども、日本を縦で直線で繋いだ時の距離らしいので、実質100万円で日本まっすぐ縦断してます。91キロプラスしてるから、日本直線の縦断プラスさらにいってるぐらい、やばい量走ってますこれ。そして気になる、ここがどこなのか。北海道の北のあの地から始まって100万円でどこまで行けたのか、サベさん気になってると思います。あなためちゃくちゃ気になります。ここどこか
あなたどこ目指してたんでしたっけ。博多です。博多ではありません。博多ではありませんが、惜しいとこまで来てました。はい、マップご覧ください。こちらです。はーい。いや、福岡市もう少しだったね。博多福岡市らへんなので、マジでもう少しだった。これ多分あと 1,2 万ぐらいやれば行けてたな。かなり惜しいとこまで行ってました。で、100万円使ったところどこに今いるかというと、ちょっとズームしてみると、あ、福岡工業大学とかありますね。福岡工業大学の皆さん、こんにちは。僕でーす。え、ここですね、名前で言うと新宮町という場所になるみたいです。というわけで、まあいろいろな要因があります。休憩もしっかりしました。僕の家にも寄りました。寄り道もしました。ただ我々車に乗ってる人たちも人間なので、運転手もお休み必要です。僕たちも休憩必要です。ご飯も食べました。渋滞もたまにちょっとあったんで、いろいろ状況とかもありますが、まあ全部加味してここになりました。ので、ちょっと休まなかったらもっと行けるとかあるかもしれませんが、まあ人間なので休みは必要です。おそらく100万円で誰が運転したのも、まあここら辺になるのじゃないかなという気はします。はい、というわけで、博多にギリ届かないぐらいのとこまで来れる、福岡市ぐらいまで来れるということが今回分かりました。ナイス検証です。これはね、ちょっとまあまあ調べたらなんか出てくるんですよ、多分。日本の端っこからタクシーで100万円だったらどこまで行けますかとか出てくるんですけども、実際にやったやついます？いないです。これはね、もう俺はやんないと納得できんかった。史上最強のバカ企画でしたね。ただ本当にドライバーさんの皆さん、そしてスタッフとかも後ろの車にいます。そして澤部、ありがとう、本当に2日間。いや、こちらこそありがとうございました。みんなの協力のおかげで達成できた企画です。もう大成功です。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、はじめさん、はい、僕博多駅行くんで、あ、降りて行ってきます。じゃあ、おありがとうございました。あ、お疲れ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 。はい、あ、博多こっちだ。こっちか。あ、こっちだ。ありました。じゃあ、行ってらっしゃい。そのまま行くんだ。はい、というわけでありがとうございました。本当に ありがとうございました。お会計の方はいただきましたので、はい、ありがとうございました。あ、はい、お帰りください。あ、あ、すいません、予約があるので。あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。